はい、大阪府豊中市にある坂本整体院です。今日は、体幹の筋肉とそれ以外の筋肉の5つの違いっていうのをね、お話しさせてもらいます。結構みんな最近は体幹を鍛えろって鍛えてると思うんですけども、体幹の筋肉とそれ以外の筋肉って何が違うのかっていうことをね、知らずに鍛えてる人がいると思うんで、ここをね、しっかり今日理解して、こうどっちを鍛えてばいいのかっていうことをこう自分で把握して、こう集中して鍛えるようにしてほしいんです。で、変形性膝関節症や変形性股関節症、体の痛みある人はまず体幹の筋肉を鍛えていく方がベストです。こちらが日常生活で使う筋肉のほぼ使う筋肉になってきます。こちらの筋肉はどちらかというとスポーツとかね、こう激しい動きをするときに使うような筋肉になってきます。なので体幹の筋肉っていうのを鍛えるってことに今日はフォーカスして、まず体幹の筋肉とその他の筋肉の違いっていうことを説明していきます。でね、違いなんですけど、体幹の筋肉はまず一つ目の違いは付随筋で、その他の筋肉は随筋って呼ばれる筋肉になります。これは何が違うのかっていうと、付随筋、つまり自分の意思で動かせない筋肉、随筋は自分の意思で動かせる筋肉になります。心臓や内臓も筋肉なんですけれども、心臓の筋肉止めてくださいって言って止めれる人はいないんですよ。内臓の筋肉止めてくださいとかって言って止めれる人もいないんですよ。っていうふうに自分の意識でどうにもできないような筋肉ですね。つまり立って人と喋ってる時って結構無意識で立ってると思うんですけど、あの時筋肉に力を入れてガーッと立つとかって意識してないと思うんですよ。っていうふうに普段ね、こうぼーっとして歩いてるとか、ぼーっと階段登ってる降りてるとかっていう時には、こっちのね、体幹の筋肉が主に働いて体を支えています。とは違って、こっちの筋肉は自分の意思でこうグーッて曲げたりとか伸ばしたりできます。荷物持つ時にグーッて力を入れてうわって持ち上げたりするじゃないですか。っていう時に自分の意識で力を入れたり抜いたりできるような筋肉がその他の筋肉になってきます。で、2つ目が支える筋肉が力を出す筋肉、さっきと一緒ですね。こう生活の中の体を支えるとか、歩くとか座る立つとかね、そういったような動作をするときは絶対にこの体幹の筋肉っていうのが動いています。で、こちらの筋肉はどちらかというとスポーツとかですね、そういうような、なんか重たいものを持つとか、そういう時に働くような筋肉になります。だから体の日常の中を変えていきたいというのであれば、こちらの体幹の筋肉っていうのを変えていかないといけないです。で、もう一つ、三つ目が、体幹の筋肉はこの初動筋で、それ以外の筋肉は二足三足っていうことを言いたいんですけど、これはどういうことかというと、車やバイクとかでマニュアル乗ったことある人は分かると思うんですけど、体幹の筋肉っていうのはギアでいう1足になります。その他の筋肉は2足3足になります。どういうことかというと、腸腰筋って呼ばれるこのね、代表的な体幹の筋肉、インナーマッスルがあるんですけど、この筋肉って体をねじって、こう足を上げる、体をこう前に倒すっていう、この3つの働きがあるんですけど、これ一緒なんですけど、足を上げると曲げるわ。ってなった時に、あなたの好きな腹筋あるじゃないですか。腹筋ってここをグッて曲げて鍛えるものなんですけど、その前にまず腸腰筋的にグッて曲がって、そこから腹筋がグッて曲がってくるんですね。で、足上げる、足上がりづらいとかいう人いるじゃないですか。いう時は普段太もも大体鍛えますよね。太もも確かに足を上げる筋肉なんですけど、その前にまずこの筋肉がグッて縮まってちょっと上がってから、この太ももの筋肉がグッて上がってくるわけですね。で、このひねる、野球でもゴルフでもテニスでもね、バドミントンでも何でもそうなんですけど、この腸腰筋ってちょっと斜めに走ってるんですよ。こう縮むことにちょっとねじるんですね。で、この最初のねじりが発生するのが腸腰筋プラス、そこから2足目のこのお腹の横の筋肉で、3足目でこの腰、背中の筋肉っていうのが動いて、こういう風な動きっていうのができるわけです。つまりここで想像してほしいんですけど、車やバイク1足がぶっ壊れて2足発進、3足発進とかばっかしてたらどうなるかと思うと、速攻ぶっ壊れちゃうんですよね。だからここが体幹が壊れてる、弱ってる人はここ、いやここに、いや背中や腰に負担がかかりやすくなる。常に動かすときに2足3足発進になっちゃうので、やられちゃうっていうことですね。じゃあなんでこんなに体幹の筋肉が弱っちゃうのかっていうと、それが4つ目なんですけど、体幹の筋肉はこの外側のこのでっかい筋肉に比べて小さいっていうことですね。小さいか大きいか、基本的にっていうことですよね。あるっていうことですね。小柄な人と大柄な人、体重は一緒じゃないですか。あなたの体重は、例えば60キロだとしましょう。60キロ小柄な人と大柄な人がずっと支え続けたら、どっちが先ダウンするかって言ったら小柄な人なんですね。つまり体幹の筋肉っていうのはパワーが出ないので、その分先に壊れやすいです。で、こういう2人で作業してたところ、1人がこうポシャっちゃうと、この1人にさらに負担がかかってくるわけですね。その分でなると、こっちもっとしんどくなるんで、さらにこれが疲弊しやすくなって痛みとかにつながってきます。なので
こういうところ、しっかり体幹の筋肉を鍛えてあげるというのが大切になります。で、体幹の筋肉、最後の5つ目なんですけれども、こう持続力があるかないかということですね。マラソン選手とかって持続力あるんですよ、結構。あれってどちらかというと、こういう体幹とかインナーマッスルの力が強い人。で、だって 100m 走る人って、瞬発力とか凄まじい力を出せるんですけど、長距離って勝負したときには絶対長距離選手に圧倒的に負けるんです。持続力がないんですね。これがその他の筋肉を鍛える人は瞬間的なパワー出せるけど持続力全然ない。こっちの体幹を鍛える人は瞬間的なパワー確かにそんなに出ないけど持続力があるっていうことですね。つまりちょっとやったらなんかすぐ疲れる、だから筋トレってやるんですけど、それだと瞬発力を鍛えていることになるんであんまり解決しないです。なるよりは体幹の筋肉を鍛えて持続力を上げてあげるっていうことをやってください。で、それができてから外側の筋肉をしっかり鍛えていけばいい、もしくは今痛みがない人は並行してやっていけばいいっていうことですね。で、ここもねバランスなんですよ。この その他の筋肉と体幹の筋肉での比率がこのねちょうどいい配分5対5とかになってればいいんですけど、こっちだけ8でこっち0とかだったり10でこっち0とかだったりすると良くないです。なのでできるだけね、このインナーマッスル、まあ、体幹の筋肉とこう、ね、いい具合になるように最終的には鍛えてあげるようにしてください。ただこっちが上回ってる、体幹の筋肉が上回ってる分にはそんなに問題がないので、まずはねこっちの体幹の筋肉を鍛えるということにしっかり意識してあげてください。あくまで特に体が痛い人が鍛えないといけないのはこうその他の筋肉ではなくて体幹の筋肉だっていうことですね。中心土台を鍛えるということを意識して、これからもしトレーニングしていくのであれば取り組んでみてください。では、チャンネル登録もよろしくお願いします。